軽井沢夫人は、宇野大鳥一郎が、佐賀島明名義で1979年に、刊行した推理小説、公文社のカッパノベルスより発売された。1982年には、日活ロマンポルノの一作として映画化された。1982年に公開された、小沼正監督の日本映画、日活創立70周年記念と名打ち、 日活ロマンポルノの年一回特番、エロス大作として上映された。貧乏学生、指導淳一は、軽井沢の金持ちが別荘で開くパーティーに休仕として雇われた。その席上、指導は料理をひっくり返してしまい、主人、中川源一郎や料理長から大目玉を食らってしまう。それを不憫に思った中川の妻、中川し子は、 一人指導に慰めの言葉をかけた。後日、指導はカフェで偶然ヨシコ夫人と再会した。そして誘われるまま中川夫妻の息子の家庭教師として雇われるのだった。そんな中、ヨシコ夫人は次第に指導に心惹かれるようになってゆき、とうとう一線を越える日がやってきた。それを契機に指導とヨシコ夫人の運命は大きく変わってゆくのだった。 竹入英二郎、アイドル映画データ分析、キネマ巡報1983年8月下旬号、キネマ巡報社、1983年、41ページ。軽井沢夫人、テレビドラマデータベース、2014年5月22日、閲覧。ありがとうございます。